キララ中宮殿の藤田琴です。おいです。桜木氏がいます。やほー。今からスシローに、スシロー、なまっちゃった。今からこっちゃんと2人でスシローに行って何貫食べれるかやっていきたいと思います。大食いではないです。ただただ何枚食べれるかって話。ちゃんとアルコールできます。マスクとアルコールします。はい、それではレッツゴー。お願いします。スシローは初めてなんだ。初めてスシローに来ました。私はスシローが大好きです。え、待って、めっちゃ取ったんだけど。ね、多く、多く。あ、そっか、ココちゃん使わないか。多すぎ。でも、じゃあ、頼みますか。はい。期間限定だって。もう、ちょっとよくわかんない。あ、サーモンが食べたいな。はい。はい。できました。しました。次は、コッちゃんが頼みます。サーモンと、ピンポーン。届いたよ。こっちがサーモン三貫盛りとお肉ね。九州カルビね。ありがとう。タコから。食べます。美味しい？うん。お。キッキー言ってる。ね、キーキー言ってる。わさびは？いらない。つぶ貝を初めて食べてみます。ちょっと怖い。貝類あんまり食べたことない。食べれるかな。頑張れ。いただきます。え、食べれるかな。なんかイカの硬いみたい。ありがとうございました。イカの硬いバージョンでも食べれた。すごい。もく。暑いね。ココちゃんは猫舌です。1、2、3、4、5、6皿食べた。どう？頑張った？でも大体ね、お寿司屋さん行くと5、6皿なんだよね。あ、そうなの？お腹空いてても空いてなくても。うん。大体5、6皿。この後何か食べるんですか？デザート食べたいな。北海道ミルクレープメルバ、うん、もう美味しそう。メルバかレモンパフェかコーヒードルチェかチョコミントアイスケーキ、うん、決まらないね。アイスクリームブリュレも美味しそう。美味しいよ。決めれない。こっちゃん2択ぐらいに絞ってもらわないとな。じゃあレモンパフェかコーヒードルチェかミルクレープ。うちはミルクレープかな。じゃあミルクレープにする。おいしそう。あれ、お寿司屋さん来たのにイチゴでテンション上がるっていう。いただきます。はい。